モスバーガーを展開するモスフードサービスは、9月13日から11月中旬まで、兵庫加古川デミグラ牛カツバーガーと静岡駿河湾水揚げ桜エビコロッケバーガーを期間限定で新発売します。これらのバーガーは、全国の店舗から地域に密着したアイディアバーガーを募集。その中から選ばれた2点で、モスフードサービスが進める地域おこしの一環、ご当地モスキャンペーンは2015年から実施され、中津唐揚げバーガー、長崎トルコライス風バーガーなど数々の一品を生んでおり、今回は2種類が発売されました。デミグラ牛カツバーガーは、加古川市のご当地グルメとして有名なカツ飯をイメージ、牛もも肉のカツにキャベツの千切りを乗せ、濃厚なデミグラスソースをかけています。一方、桜エビコロッケバーガーは、日本では駿河湾でしか水揚げできない桜エビを混ぜ込んだコロッケにエビクリームソースをかけています。この日、記者発表で中村英介社長は、モスバーガーは日本生まれの日本の味を大切にするバーガー専門店として1972年にオープン、現在1333店舗を運営していますと挨拶。寺本和夫商品開発グループリーダーは、今回で4回目のキャンペーン、これまで地域に密着したユニークバーガーが誕生、地域の活性化にも役立っていますと説明しました。おかげさまで非常に評判良くて、美味しいとかですね、こんなね食材がこういう販売になるんだというような評価をいただいています。よそ様でもね、いろんな工夫はできると思うんですが、私どもはですね、お店で働いてくださってるパートさんやアルバイトさん、店長さんから上がってきた意見なんですよ。これ2950件ぐらい提案がありまして、その中から絞りに絞って、それで最終的にこの2品になっていると。全体的な売り上げはですね、暑さがですね、とにかく暑すぎた部分もあるなと思ってますけども、環境はね、いずれであろう美味しい商品をね、提供して続けていきたいなと思ってます。今回こういう形でモスバーガーいただきまして、もう全国発信できるなということで、市長ともどもね、喜んで加古川市上げて応援で、もう食べて美味しかったらもっと家族にもいう形で、加古川市も知っていただきたいという形で、はい。